はい、こんにちは、ベースボールカフェキャン中世でございます。本日は以前ワイナオさんが出てくださった時のオフトークでも言ってられました、映画を見ながら実況なんか聞いてみたいなみたいな話を、そんな番組があればいいのになみたいな話をされてたのを覚えておりまして、映画はちょっと長いんで、アニメをね見ながら喋っていこうかなというふうに思っております。タイトルはですね、サムライジャイアンツの第1巻の DVD を借りてきました。これをちょっと見ながら喋ってみようかななんていうふうに思ってます。まずサムライジャイアンツの概要ですね、テレビアニメは1973年の10月から翌年9月の29日まで、放映をされておりました。日本、読売テレビ制作、日本テレビ系列の放映でございました。概要としては、通称侍の剛速球投手、バンババンが巨人に入団し、魔球を駆使してライバルたちと、対決していく野球漫画となっております。原作は梶原一騎。原画は井上光という先生がお書きになっております。先ほども言いました、1973年なので、1973年2019 46年前と、僕が生まれる前の作品、私40、今年3になりますが、生まれる前の作品となってます。これを見ながら喋っていこうかなっていうふうに思ってます。ということで、サムライジャイアンツ第1話のオープニング始まりました。この少年がバンババンというんでしょう。まず、刀を持って袴を履いて海を走りながら剣を分回しておりました。歌はこれ水木一郎かな。二刀流の走りなんでしょうかね。最初はバットのスイングを見せてました。ポジションはピッチャーのようですね。左ピッチャー、背番号4番みたいですね。時代背景としては、巨人の星と同じ V9 時代になりますね。長嶋さんも出てますね。川上哲治さん監督ですね。タイヤを5個引きずって走ってますね。当時の練習方法ですわね。当然後楽園球場になってますね。サムライジャイアンツは原作は少年ジャンプで、連載されておりました。ちなみに巨人の星は少年マガジンで、連載されてたと記憶しております。オープニング曲終わりまして、土佐って書いてあるな。高知県土佐の台風暴風のシーンですね。大変な暴風ですね。灯台がスコーンって飛んでいきましたね。バンババン選手、一人野球のユニフォームを着て小舟に乗って森を持っております。親父の仇を討とうと森を構えております。お父さん亡くなったんでしょうね。これはクジラかな。モビーディックのような、そうクジラですね。モビーディックのような印象でしょうか。森一発目外します。しかしこの昭和の後、この辺りのアニメはやっぱ美しいですな。どことなく高畑勲作品の香りがする
絵面に見えますな。クジラがバンババンに向かって攻撃を仕掛けようとしております。このバンババン役の声優さんも当時まだ僕が幼い頃の作品ではしょっちゅう主役の声をしてたような声優さんだったと思います。確か、第1話吠えろバンババンですね。お、ここは実写だ。長嶋柴田、大貞治、低い弾丸ライナーがライトスタンドに飛び込みます。ここからアニメに変わります。実写とアニメが融合されてますね。エヴァンゲリオンみたいですね。あの頬骨の張った関西弁の解説者は金田正一だろうか。昔昔の作品です。川上哲治のメガネも牛乳瓶の底のような分厚いメガネですね。勝利を決定づけている点差でも送りバントを送る川上野球、観客から野球が面白くないぞとヤジが飛んでますね。ヤジを飛ばしているのはお客さんは立壁さんですね。立壁和也さんですね。最初のジャイアンの頃の人ですわ。長嶋茂雄、口周辺が真っ青ですね。デフォルメが過ぎるんじゃないでしょうか。そうそう、バンババンの声ね。サイボーグ009の009だったり、バックスバニーの、これアメリカの映画ですけども、バックスバニーのバックスバニー役の声もあんな声だったような気がしますね。V9 中のジャイアンツです。川上哲治、長嶋茂雄を褒め称えます。野生的な感、動物的な動きみたいなこと言ってますね。こんな選手が欲しいんだよと言ってますね。監督、だから侍が今必要なんだ。明日のジャイアンツのために、紳士ジャイアンツを侍ジャイアンツにするために、紳士ジャイアンツを侍ジャイアンツにするためのような選手が欲しいと言ってますね。ドラフト構想ですな。最近読んでる漫画、まあ、野球の漫画で、ドラフトキングという漫画がありました。あります。現在も絶賛好評連載中ですが、主役の郷原というスカウトさんが言ってられました。三拍子揃った選手はいらんと。一個でいいので、人間離れした武器を一つ持ってる選手が欲しいんだみたいな話をしてましたね。ここでいよいよ漫画のオリジナルキャラクターが出てきます。八幡先輩ですね。
八幡先輩、声優さんは納谷六郎さんですね。納谷六郎さんも亡くなってしまいましたね。うちの次男が機関車トーマスがすごく好きだったんですね、赤ちゃんの頃から。その時のトップハムハット卿の声が納谷六郎さんでしたね。次男修太郎くんは赤ちゃんの頃から6歳ぐらいまでずっとトーマス抱いて寝てましたね。3番ファースト王がコールされてバッターボックスに立ちますが、長嶋茂雄はベンチで揉めておりますよ。後楽園球場のベンチの壁に油性マジックでバンババンの漢字を説明する八幡先輩です。なんかこう時代的にまだまだ軍歌の香りのする時代でしょうかね。バンババン歌いながらバッターボックスに向かってます。豪快というか下品ですな。大根歩兵、そういう悪口が当時はあったんだな。大根歩兵か、面白いタンクだな。1973年の作品、まだまだこうバンカラの香りのする時代でしょうか。学生服に学帽をかぶった応援団っぽい不良っぽい人が声援を送ります。バンババッターボックスで軍歌を歌いながらブルブルバットを振り回してピッチャーを威嚇しておりますね。黒塗りの高級会社が土手に止まっておりまして、おお、ここに川上哲治、長嶋茂雄が偵察に来てますよね。おい八幡よ、下品や粗暴なことと侍とは意味が少々違うぞ。はっはっは。それにバッティングフォームも態度と同じように粗暴で大きい。偵察に来てるけれども、しっかり高そうな高級なスーツに身をまといネクタイをしている川上哲治と八幡。絶対振り遅れ。監督、あのピッチャーの方がいける。結構早い。バンババンのバッティングフォーム、どちらかというと、あ、昔のメジャーリーガーっぽいような、あるいは種田ひとしみたいな、そんなバッティングフォームに見えます。第1球、顔面、頬をかすめて鼻血を飛ばしながら微動だにせず見送るバンババンですね。歯も折れて飛んでたけどな。やつは瞬き一つせんかった。桁外れだ。桁外れに図太い神経だ。図太い神経。デッドボールやフォアボールは嫌なんでしょうな。コマーシャルが開けますよ。審判デッドボールを申告しますが、当たってないふりをするバンババンです。対戦ピッチャーの声は昔にサザエさんに出てた三平さんの声ですね。
オープンスタンスで構えるバンババン。ここまではバッターとしての出場のシーンが続いております。オープニング曲で見るとピッチャーの印象がありますが、バンババンかっ飛ばしまして、これはホームランでしょうか。バットを担いで歌いながらベース一周するバンババンです。一塁ベースを打ち破るような歩き方をしているバンババンですね。パンタロンを履いてフルフェイスのヘルメットをかぶった美女が登場しました。この女性がヒロインでしょうか。オープニング曲でもバンババンがこうと胸をときめかせるような、そんな映像がありました。なんとなく初期の峰不二子のような、そんな印象がありますでしょうか。なかなかいい子じゃないか。人事になったようだぞ。曲がりなりにも4番でピッチャー、我らがネズミの正体を見ようではないか。さあ、バンバは4番でピッチャーです。裏の回はピッチングが始まります。サウスポーですね。風景を見ると校庭の一角に野球場があるというような印象でしょうか。サッカーゴールとかもありましたね。大きくワインドアップモーションで投げますが、ボールはバックネットのフェンスに引っかかる暴投になってしまいました。バッターが震え上がるぐらいの剛速球ですが、今度はお尻にデッドボールですね。球が速いけれどもコントロールに難があるバンババンでしょうか。2者連続デッドボール。うわ、ミットをぶち破る剛速球。ヘルメットが砕け散ってしまいましたね。対戦相手すべて大怪我で試合終了でしょうか。放棄試合を促すバンババンです。放棄試合だと9対0で敗北を放棄した方が負けると、9対0で、勝ったよというゲームになりましたが、殺人野球ですな。
というお方がわざわざ小生の拙き野球をご観戦くださいましたとは恐れ入りましてござる。相変わらずふざけてばっかり。他校の不良がリンチにやってきます。浜辺で大乱闘シーンになってますね。スパイク履いてんな。こっからスローです。頭突き回し蹴りと喧嘩に卓越した技術を発揮するバンババン。ストレートが腹に入りポロリと棒を落とす不良ですね。そして夕日が沈んでいこうとしております。松の木に隠れる川上哲治、長嶋茂雄、八幡先輩ですね。このめちゃくちゃな野球と喧嘩からスケールの大きさをうかがい知る長嶋と川上です。バットのヘッドにグラブを引っ掛けるっていうのは昔々のこういうアニメではよく見ますが、最近全く見ませんね。こういう使い方もよろしくないというような風潮なのかな。なかなかこう四国出身のジャイアンツの選手あまりピンとこないんだよな。岡島ぐらいかな、ピンとくるのは。あ、現役では増田大輝。そうだな。バンババン、ここでアンチジャイアンツであることを告白します。強いジャイアンツを叩きたいと。でっかく大きくふんぞり返ってるやつを見るとぶっ飛ばしたくなるんだと言っておりますね。ここでプロとアマチュアであるバンババン交流というか接触を持ってしまいます。野球協約に抵触しておりますね。というシーンでジャイアンツが指名者どうすんだっつったら入るわけねえだろうと言いながら立ち去るバンババンで、侍ジャイアンツの第1話終了ですね。猛烈ぶりを見つめている一人の男、太陽の松宮スカウトがいた。巨
巨人とクジラ嫌いの番着、クジラ卸の名人、太陽のスカウトに猛発する。次回殺人濃紺ザル野球をお楽しみに。さあ第2話には今度は太陽ホエールズのスカウトが現れるというシーンでした。背番号15を背負って投げてるバンババンのシーンが出てましたね。はい、ということで侍ジャイアンツの第1話終了でございます。はい、ありがとうございました。Thank you.